まあ、こうやっていろいろその人とインタラクションするロボットの研究を進めてるんですけども、今日今までここお話ししたのはロボットの前の人とどうやってコミュニケーションすればいいかってことをお話ししてきたと思うんですけども、目の前の人だけじゃないですよね。その周りの人もいるわけです。で、もうちょっと周りの人との調和ってことの研究を進めました。一つその調和の問題の例として、混雑ってお話をしようと思うんですけども、この映像、ロボットがショッピングモールの中で道を案内しているところです。で、ロボットの周りにいっぱい人がロボットを見に来てるんですけども、この赤い矢印をつけた人たち、これ単に通りたい人なんですね。通りたい人たち、邪魔されてなかなか通りにくくなっちゃってますよね。ロボットっていろいろ役に立つ時もあるんですけども、ちょっと広い視点で周りの人のことを考えると邪魔も起こしてしまっている。でも、もう一回お見せしますけども、なんでロボットこんな狭いとこにわざわざ立ち止まって道案内してるのかなって思う方もいらっしゃるんじゃないかと思います。僕たち人間だったら邪魔になってるって分かりますよね。分かったら邪魔にならないとこでやろうって思うんじゃないかと思います。同じような計算がロボットにできるようにならないかなということで、もうちょっと研究を進めました。まずそのために、じゃあ一歩先、みんながどんな行動をするかを考えるためには、そもそも人々の行動のモデル化から始めなきゃいけないということで、まずモデル化の研究をやりまして、人が歩く時どういう行動をするのか、まずモデルを作りました。で、人同士が移動する時のお互いが避け合うような行動のモデル、歩行者行動モデルっていうんですけども、少し研究がされてまして、こういった2人の人がいた時にお互いの間で距離に基づいて反発力が働く、こういうのが基本的な考え方としてこれまであったんですけども、ショッピングモールでなかなかこういうことをやるとうまく人の行動が再現できない。お互いもうちょっと距離がある中では、そんなギリギリまで近づく前に随分遠くから道を譲り合って行動してますよね。そういった譲り合うような行動ができるようなモデルを作ろうということで、歩行者モデルをもうちょっと改良しまして、左側にその歩行者モデルがどういうふうに動いているかを絵が描いてあるんですけども、今の位置関係じゃなくて、このまま行ったらどうなるか、このまま行ったらぶつかりそうだと分かった時に、一歩先にその予測に基づいてお互いが避け合うんだ、そういうモデルを作りました。例えばこういった場面、それぞれが交差しそうな場面だと、普通先に来た人がちょっと足を早めて、後から来た人はちょっとゆっくり歩く、そういう行動がこういった予測型の、歩行者モデルによって再現できるようになってきました。で、そうしますと、右側の方はこれ、もうちょっと8人ぐらいがわっと行き交っているような場面です。私たち、随分人の位置を正確に測れるセンサーネットワークを持ってますので、そういったセンサーネットワークで取った人の位置とモデル化した人の位置を比べますと、黒い丸の方が計測された位置、白い丸の方がこのモデルによって再現された位置なんですけども、随分正確にこうやって人々が行き交っている様子、再現できているとこをご覧いただけるんじゃないかと思います。で、これを実際にもうちょっと広い場所でもうちょっといろんなモデル作りまして、今すれ違うってモデルのお話をしましたけども、人々が集団で一緒に歩く、広い範囲を歩いていく、そしてロボットがいた時にどういう行動をするのかなと、そういった時の反応のモデルまで作りまして、これを組み合わせることで街角の様子をシミュレーションできるようにしました。これさっきのショッピングモールでいろんなお店があって、広い広場があって、広場の真ん中に実はロボットがいます。で、ショッピングももう一回お見せしますけども、この広場を、随分早送りしてますけども、通路をバーンと人が通っていって、ロボットがいたらロボットの周りに人が集まってくる、こういった様子が再現できるような街角のシミュレーションを作りました。で、こういったシミュレーションを作りますと、今度こうロボットは一歩先のことをこのシミュレーションを使って考えることができるわけです。もし自分がこの辺にいたら、やっぱあっちに行ったらどうなるかなと。これ、ちょうどシミュレーションしているところの様子ですけども、右に写真があります。ちょっと狭い場所ですね。お店と柱があって、通路が狭くなっている場所です。で、ロボットは結構こういう狭い場所に迷い込んでしまう場合が多いんです。なんでかっていうと、人に会ってサービスしようと思うわけです。で、人がいる場所にどうしても行きますと、どん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 人が密集している場所に行ってしまう。で、混雑を起こしてしまってたんですけども、こういった場所にもし行ったらどうなるかなってことを未然に考えるような計算ができるようになりました。で、真ん中のビデオ、赤い丸がこれロボットですね。で、その周り、黒い丸、丸はロボットに興味を持って集まってきた人たち。で、黄色から赤い色がついてると思うんですけども、赤い色、不満に思ってる人です。狭いとこを通らされて、ちょっと嫌な思いをした人たち。
で、こういったことが再現できている様子ご覧いただけるんじゃないかと思います。こういったそのリアルと仮想の空間をつなぐようなことをサイバーフィジカルシステムって最近呼んだりもするんですけども、こういった人間に関するサイバーフィジカルシステムを作りまして、まあ、実世界で起きることを大量データに基づいて計算機上で予測する、まあ、こういったことをしますと、ロボットここの場所に実際に行く前にここに行っちゃったら混雑が起きるんだってことをシミュレーションして邪魔を起こさなくするようなロボットを作るようなことができるようになってきました。これでその迷惑を起こすロボットっていうのは随分マシになってきたんですけども、これをやる中でもう一歩こういう調和の問題が起きてしまうことが見えてきました。僕たちこれをロボットいじめ現象って呼んでるんですけども、まあ結果的にロボットは混雑を避けてあんまり大人がいない広々とした場所でサービスをすることが増えたんですけども、こういうふうになってからもう一歩じゃあ研究を進めようって思うと、しょっちゅうロボットが邪魔されて今日はうまくいかなかったんですってことを聞くようになりました。一体何が起きてしまったのかを今から少し映像をお見せしようと思うんですけども、まあ、まず最初に左側の映像、これまあこのロボットがこの場所を動き回って、でまあある意味警備員みたいにパトロールしてます。もし目の前を誰かが道を塞いだらどいてくださいって言ってまたこう進んでいく、そういうロボットです。ずっと邪魔されてるんです。これ子供たちがどいてくださいって言ったら一瞬どいて、でロボットが動いたらまた前に止まって、まあ1回2回やるのは分からんでもないですよね。何が起きるかなって興味を持つ。でもそんな5回も10回も邪魔してるって分かってるわけですよね。この例では19分もの間こういうことが続きまして、ロボットは45回もどいてくださいって言わなきゃいけなかった、そういう例です。それからまあ子どもたちが集まってきますと、時にもうちょっと行動がエスカレートしていくこともあります。無理ですね、あなたはバカですから。邪魔、それしか言ってねえや。なあ、このおめえは勘違いだよ。出てこい。おい、すぐすぐだこのロボット。いやお前はな、アホです。お前な、なんで、なんでやねんだ。前を通りたいのでやってください。静かにしろ、静かにしろよ。おい、ごめん、やめな。おい、止まれ。まあなんかこう群れになってなかなかこう悪さをし始める場面ですよね。場合によったらもうちょっと暴力的な行動が起きてしまうこともありました。まあ、道を開けてありがとうってロボットはちょっとあまり賢くないので言ってしまって、かえってこういうことを招いたのかもしれません。私たちいろんな方法を試しにやってみたんですね。ロボットが時にはちょっと怒ってみたりとか、時にはもう一台仲間がいたらなんとかなるかなということで2台目のロボットを連れてきてやってみたこともあります。まあ、ちなみに2台連れてくると2台目のロボットの方もいじめられてしまったんですけどもなかなか難しくてですね、そのロボットがちょっとこう賢くない人らしいんだけど意地悪したら意地悪できちゃう、そういう存在になってしまっているのかもしれません。まあ、唯一なんとかできた方法が逃げ出すっていう方法でして、こういった現象を予見すると危ないなと思うことで逃げる、そういうことがうまくいきました。右の映像を先に少し見ていただきますと、広場の真ん中に今ロボットがいます。向こうから子供が走ってきているのがご覧いただけると思います。僕たち人間だったら先ほどの映像を見た後だと、あ、危ないなと、
この子供が一人来て、もう一人来て、そろそろなんかひどい目に遭うんじゃないかなってことが予想できんじゃないかと思います。僕たちまあこういう行動のビッグデータを持ってますので、それを正確にモデル化して計算機上でシミュレーションできるようにしてみました。そうしますと、例えばデータから分かってくるのは、子どもが3人集まってくると1人の時の5倍それぞれの子どもがこういういじめ行動をしやすい、それからでも親がそばにいるとインタラクションが長続きせずに立ち去るんだ、そういうことが分かる。こういったデータを全部計算機上に入れますと、左の方、シミュレーションの映像です。先ほどの歩行者の行動シミュレーションに、さらにこういういじめ現象を再現できるようにしますと、この数字がロボットがいじめられてしまうなという確率を表していまして、今子供が一人ロボットのそばにしばらくついていると、7.3% ぐらい危ないなと。時間とともに数字が増えていっているのは、長く滞在すればするほど危ないというデータもあるからですね。でもう一人子供がやってきますと、この可能性がぐんと跳ね上がりまして、今 12% ぐらい危なくなったなと。こういうことは自分で計算できるようになる。そうすると、別にロボットにこういう行動をしなさいと決めたわけじゃないんですけども、ロボットが自分でいろいろシミュレーションする。こうやったらどうなるかな、ああやったらどうなるかなってことを計算しますと、右の場面ですと、ロボットが今向こうの方に向かっていってます。この子供の親がどこにいるかロボットは知ってますので、先ほどのセンサーネットワークでずっと追跡してますから、そうしますとこの子の親のそばにロボットが移動してみる。そうすると、まあ、幸いなことにこの子を親が連れて向こうの方に立ち去っていく。こういうことが、まあ、しょっちゅう起きまして、結果的にこのロボットいじめ現象の正規頻度を大幅に減少させることができた。こういうことが見えてきたりしました。